モカさんの名前は、モと書いて、加えると書きますけど、はい、なんか、もうインターネットで調べると、はい、かわいいとかっていう表情が出ますよね。はい、おそらく、かわいい、かわいいっていう風な印象かなと思うんですけど、はい、本音のところはどうですか？本当のところはですね、もともと、モカって、お母さんが呼びたかったらしくて、うん、で、まずその音だけモカって決まったんですよ。そっからうち結構画数を大事にしてて、この漢字を当てると画数が大吉になるっていうので、これでモカっていうのがその草冠に明るい、燃えるっていうのに加えるっていう字になりました。なんで占い名前です。占い大吉名前です。ぜひお名前占いで検索かけてもらうと、私むちゃくちゃ大吉です。よかったよかった。あなたの人生は大吉です。君を好きでよかった。このままずっとずっと死ぬまでハッピー万歳。君に会えてよかった。このままずっとずっとララ二人で。うん、やってください。いきます。いきますよ、せーの。はい。おーいしょ。とびっくりさせてしまいました。はい。牛島神社に到着しました。今の時期は、牛島神社ってその名前の通り、牛さんがたくさんいる神社です。まず1個目に見えるのが包丁塚って書いてある牛さん見えると思うんですけど、ここもともとは国営牧場っていう風なので、ちょっと屠殺とかで使った包丁をあそこの包丁塚に奉納して、で今牛さんの佇んでる像が立っています。こんな感じで実は牛さん4体合計で神社の中にいるので、ぜひちょっと探してみてください。で今の時期こんな風にこう竹がこうグッと並んでたりとか、あとこの丸いのがいっぱい飾ってあると思うんですけど、実は夜だいたい17時半ぐらいからですかね、ぐらいからになるとこうバーッとライトアップされます。今もすごい夕日に照らされてイチョウめっちゃ綺麗なんですけど、夜になるとまたちょっと違ったカラフルなイルミネーションも見ることができます。これはさっきの包丁塚の牛さんです。ここはどっちかというと心身療養って言って、心とか体の健康を健康にするっていう御利益があります。実は2体目の牛さん、ここにちょっと見えますかね、子牛さんが丸まってます。2体目です。ちょっと気づかなかった。はい、乾杯してる感じでいきます。いいでしょ別に。お写真投げなくても。じゃあもう本当ちょっと待ってね。はい。ちょっとその前にじゃあ手水もやっていきましょう。まず右手で持って。いっぱいにこうすくいます。そしたら左手から流して、左手に持ち替えてまた右手も流します。そしたら今度はまた右手に持ち替えて、左手でコップ作る感じで、で口をゆすぎます。そしたら最後使った左手を流して、持ち手を流します。これでバッチリ清められました。ちょっと参拝していきましょう。ちょっと恥ずかしい。ここ牛島神社の一番特徴なんですけど、三輪鳥って言って、普通の鳥の横にちっちゃい鳥みたいなついてるんですよ。これがもうめっちゃ特徴的です。はい、足元気をつけてください。
は3体目の牛さんです。あ、コマ犬ならぬコマ牛さんです。チリです。1、2、3、4体目ですね。足元またお気をつけください。あの、ちょっとあの4体って言っちゃったんですけど、実は5体牛さんがいまして、5体目の牛さんがこのなで牛さんです。よくしたいなってところをなでると、これあのめっちゃ健康になります。例えば私はあのめっちゃ走るんで、足をなでて自分の足をなでるとくと元気になりました。あの、聞いてもいいですか。はい。この牛さんってさ、オス、メスどっち。いつも入り口の牛さんも気になってるんですけど、伊達牛ってさ、オスメスも角あるんだっけ。それめっちゃ気になったことあるんですけど、多分角があるからオスなんじゃないかっていう風な、あの、私の予想です、ね、普通そうだよね。乳牛はそうだ、乳牛は俺あれだけど、でも今両方あるんだってよ。両方あるんですか。うん、俺も調べたんだ。で、つき方が違う。なんかね、でもあっちのおっさんとこっちのおっさん、ちょっとつき方が違いますね。だからこっちはメスかな。そんなことないか、わかんない。もしかしたら、もしかしたら見る。頭が良くなりますよ。キスしてるかな。撮ってる。元気だった。グッドです。グッド。左側がもうオレンジに染まってます。ピンク、ピンクです。オレンジです。本当だ。赤です。可愛い。バチリですか。ありがとうございます。まだまだ、もうちょっとたくさん取れた。ね、かわいいね。ありがとうございます。もう11月も過ぎようとしてますけど、はい、今年1年はどうでしたか。今年1年ですか、うん、でも人力車始めたのも今年なので、うん、ごめんなさい声が人力車始めたのも今年なので、うん、本当なんか新しい初体験だね。すべてがね、初体験が多いね。新しいことに挑戦できた1年だったかなって思います、うん、このままずっと、まあ、あと1ヶ月あるので、うん、まあ、もう1個ぐらいなんかこうチャレンジしてもいいのかなとかちょっと思ったりしてます。このままずっとずっと、なんかこうチャレンジ始めないまでも一個なんか見つけられたらいいなって思います。
で君を困らせて思い出すたび赤くなる笑っちまうくらいに毎日はただもう過ぎてくあっという間にすげえすげえ幸せな気分の時は帰り道で君を思い出すコンビニをうろうろしながら思い出し笑いを噛み殺すダサい格好はしたくない歳は取らないように作り笑いなんかしたくないこのままずっとずっと